どうもマーケティングチャンネルロキです。小林です。では今回のテーマをお願いします。今回のテーマ D2C で気をつけるべきポイント、まあ、D2C の話でよくこのチャンネルでもしてるんですけど、はい、その上で D2C をやるとしたらここは絶対に抑えてねっていうポイントが1個あるんで、ちょっとそれをご紹介したいなと思っております。お願いします。それで結論から言うと顧客接点で、この顧客接点っていうのは何かっていうと、まあ、端的に言うと LTV ですね、ライフタイムバリュー、その1ユーザーの生涯価値なんですけれども、はい、この顧客接点っていうのってこの LTV だけではなくて D2C としてもう絶対に欠かせない要素なんですよ、はい、じゃあ今の D2C とかがどういうふうに顧客接点を持っているかっていうと、公式 LINE とかさ、メルマガとかさ、まあ、そういうのがあったりするわけじゃないですか。でそういう顧客との接点が常に存在するプラットフォームとかを使ってそこの接点を維持し続けるっていうことをやってるわけですよね、はい、でこれがねめちゃめちゃ大事なんですよ。これなんで大事かっていうと、 D2C の市場って、まあ、結構もう変わってきてしまっていて、はい、それこそ5年前とか4年前とか、まあ、ちょっと前とかは D2C ってめちゃめちゃ流行って、いろんな商品が世の中にめちゃめちゃ溢れたわけですよね、はい、でこれ自体はすごくいいことなんですけど、この時と今で何が違うかっていうと、ユーザーとか買う人、購入者が全く違うわけですよね、うん、でこの購入者が全く違うっていうのはどういうことかっていうと、購入者がバカじゃないんですよ。でこのバカじゃないっていうのは、まあ、要は頭が悪いとかじゃなくて、昔って D2C って何みたいな、物を買う時って自分が店舗に行ったりする、もしくはネットで買う時って Amazon とか楽天とかそういうのを経由して買うよねみたいなのが一般的だったわけですね。それがダイレクトに顧客と接点を持てるっていうのが、まあ、D2C じゃないですか。でこれって新しかったわけですよ。だからビジネスモデルとしてそこまで浸透してなかったから、これじゃ直接買ってみようみたいな興味が持ったわけですよね。なんだけどもう今って D2Cがある意味当たり前の世界になってるわけですよ。だから別に Amazon で買おうが公式サイトで買おうが変わらないよねみたいな、うん、ってなった時に、じゃあ顧客は何を求めるかっていうと、その商品への興味ではなくて、その商品への価値になるわけですよね。でかつこの商品への価値を持ち続けたいと思うわけですよ、はい、だって D2C ってダイレクトにユーザーと直接つながれるんだから、そこの価値を持ち続けれることが Amazon よりもすごい点じゃないですか、はい、だからこの商品のこのブランドがめちゃめちゃ好きって思ったりするわけですよ。だから本当にいいものと本当にいいサービスを求め始めたわけですよね。つまり衝動買いっていう世界ではなくなってきたわけですよ、はい、ってなった時に昔とは違って、まあ、ただ価格が安いとかで選ばなくなるわけですよね。当然衝動買いがなくなるんで、ってなると一人当たりの顧客の価値っていう、まあ、期間、その商品をすごいファンでいてくれる期間っていうのが長くなる可能性が高い市場になったわけですよ。逆に言うと乗り換えらせることが難しい市場だったりするわけですよね、はい、今とかはっていうことを考えると、一番今大事なことって D2C 事業者にとっては顧客との接点をすごく持ち続けることなんですよ。だからずっとファンでいてもらうことは、まあ、超難しいんですけど、ずっとファンでいてもらうことを目標とすることが一番大事で、個数を売るとかの世界ではもうなくなってきたわけですよね、はい、個数を一人の人に売り続けるっていうことが一番大事なわけですよ。これがこの D2C 事業者が最も気をつけるというか、まあ、気にするべきポイントなのかなと思っておりますね、うん、顧客との接点を常に持ち続けるじゃないですか、公式 LINE とかです。それ以外なんか手法とかあるんですか？基本的にはでもネットで、まあ、公式 LINE とか使ったりメールマガとか使って接点を持つっていうのが、まあ、一番効率的なんで、まあ、そういうのを使うのが一般的ですね。公式 LINE 使うときに料理とかだったらすごい分かりやすいと思うんですよ。アレンジレシピ配信しますみたいな、うん、でも化粧品とかなったら使い方ってほとんど一パターンみたいな感じじゃないですか、うんうん、商品ごとに相性とかありそうですけどね。なんでここっていろんな D2C 事業者が AB テストして、まあ、ここに投資をしまくるわけなんですけれども、じゃあ化粧品を作ったところって別の化粧品作ってたりしますよね、はい、だから A 社っていう中に1つ目の化粧品と、まあ、2つ目のファンデーションと3つ目のシャンプーとか、まあなんかいろいろあったりするわけですよ。ってなるとその会社のブランドを好きになってくれたら他の商品も売れるじゃないですか、うん、とか例えば4回買ってくれた人にはサンプルでこういうの渡しますよとか、5回買ってくれた人にはこんなサービスしますよっていうのをいろいろやるわけですよね、うん、なんでその1商品をずっと使ってくれるっていうのは当然なんだけど、その1商品から発展してこのブランド全体を好きになってくれるっていうのが顧客接点を持つ最もの価値なわけですよ、うん、そこまで考えないとユーザーがすぐに乗り移った結果、そこで顧客接点を持たれるともう乗り移ってこないんですよ。
よ、はい、だからリプレイスがめちゃめちゃしやすいんだけどしにくいみたいな状態なわけですよね、うん、ユーザーはこの商品ダメだなと思ったらすぐに変えるんだけど、変えた先がめちゃめちゃ良かったと、顧客設定もめちゃめちゃいいしサービスもめちゃめちゃいいし、なんかファンになっちゃったってなるともう戻ってこないんですよ、うん、だからここの戻ってこないっていう市場に変化してってっていうのが、まあ、一番 D2C では気をつけるポイントだと思いますね。なるほど。まあ、なんで、まあでも D2C ってめちゃめちゃ可能性はあるし、めちゃめちゃ面白いビジネスモデルだし、めっちゃ楽しい事業ではあるんで、まあこれからもどん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 伸びていくとは思うんですけど、基本的にやっぱ本質的に価値を持つのって、顧客が満足するかどうかなんで、顧客にどう満足してもらうかっていう、1から100の部分に超注力して投資をしていった方がいいんですよ。だから物を売る0から1っていうのも、まあ当然これがないと、そもそも1が100ないんで、超重要だし、ここの商品設計もめちゃめちゃ大事なんだけど、まあこれをやった後の1から100も求められる時代になってるよっていうのが D2C 市場の圧倒的変化だし、気をつけなきゃいけないポイントですよね、うん、新規参入大変そうですね。そうなんですよ。だから新規参入する時も商品を売りたいからとか、この商品だったら売れるよねっていうテンションで D2C ってできるイメージだったんですよ、はい、でそれはね数年前できたの、はい、それでよかった、それで良かったんだけど、もう今って D2C 事業者もめっちゃいるし、ユーザーも頭良くなっちゃってるし、ユーザーも求めてるものが高くなってるんで、ただ単純にこれやったら売れるよねにプラスして、これが売れた後ってみんなこれをすればファンになるよねみたいな器の戦略ありきで D2C をやっていくのが一番成功確率高いんですよ。まあ、失敗確率が低いっていう感じですかね。なんで、まあ、LTV ってよく言われる領域ではあるんだけど、LTV にプラスして、そのブランドっていうものに対してどうファンをくっつけていくかっていうのが一番大事になってくるわけですよね。はい、だブランドの LTV みたいなイメージを持ってもらえると、まあ、わかりやすいかもしれないですね。ブランディングするときによく勘違いされるのが、例えば見た目とかね。色とか、まあ、昔ながらのブランディングって、まあ、そういうのじゃないですか。パッと見でもコカ・コーラってわかるよねみたいな、そういうのもブランディングにはなるんですけど、 D2C におけるブランディングっていうのはどこで決まるかっていうと、顧客接点で決まるんですよ。顧客と接点を持ったその1ヶ月2ヶ月とか3ヶ月とかの、まあ、メルマガのやり取りであったり公式 LINE のやり取りであったりの世界で、あ、ここのブランドってめちゃめちゃ丁寧じゃんとか、ここのブランドって超うざいじゃんとかっていうのが決まっていくわけですね。なんで顧客接点っていうのは中心において投資していくと、まあ、商品の LTV も伸びるし、ブランディングとしての確立もできていくから、その D2C の全体の LTV が伸びていくっていうめちゃめちゃいいことだらけなんで、まあ、ちょっとここにねぜひ投資していただきたいなと思っております。はい、ということで引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。マーケティングチャンネルでは明日仕事仲間よりも一歩利用できる情報をどんどん配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。